上洛寺は埼玉県川越市にある寺州の寺院である。上洛寺、山門狂気、茂より、吉爪区要と平安時代末期から南北朝時代にかけて武蔵国で最大勢力の豪族であった川越市が拠点としていた川越館の跡地の一角にある。上洛寺は川越市の寺仏堂が元となって発展したものとされる。 大安元年の武蔵平一期で、川越市が滅んだ後、長教の乱の際には、大木谷上杉家の川越城を攻略するため、三内上杉家の上杉や木がここに、城五人を置いた。ご法城氏が川越を支配すると、重心の大道寺正主が領主となったが、豊臣秀吉の小田原征伐に行くし、秀吉の命で、大道寺正主はこの地で自害した。 大道寺真っさしげ供養等がある。また川越重頼、より、京紀、源、義経の供養ともある。京紀は、義経の性質で、義経と四歳の娘と共に、平泉、衣川間で最後を遂げ、重頼よりもそのため源より共に中殺された。境内に一辺承認の像がある。石道路は、かつて、東京芝の増上寺の徳川家の墓所にあったもの。 上落寺の北西ほど近くに新日吉神社がある。英略元年、後白川法皇が、京都東山に新日吉山農舎を祀ったのに伴い、川越市がこの地を新日吉山農舎に寄進、新日吉社領川越荘となった。川越市下よりは、京都の新日吉山農舎から分子してこの地に、新日吉神社を創建、以来、川越荘の総陳守として、 川越市一族が崇敬した神社であった。明治時代の神仏分離例で、日枝神社と名を変えて、現在に至っている。川越重よりが新日吉神社に奉納した立は、川越歴史博物館に所蔵されている。文王元年に川越常重が新日吉神社に同章を寄進、現在は川越市内の幼稚院にある。かつては上落寺より新日吉神社に、 鎌倉街道が通っていた。ありがとうございます。